1981年の広島東洋カープでは、1981年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、小畑氏監督の7年目のシーズンである。3連覇のかかったシーズンだが、オフにトレードで、抑えの江夏豊を放出した影響が心配された。開幕を前に2年連続盗塁王の高橋、義彦が怪我で離脱し、 またレギュラー定着を期待された山崎隆三がオープン戦でガイアフェンスに激突して一年を棒に振るなど故障者続出のチームはスタートダッシュに失敗5月中旬頃に高橋慶が戦列に復帰しチームの成績が上向いてきた頃にはすでに巨人が頭一つリードしていた6月以降は首位を改装する巨人とは対照的に 広島をはじめとする打球団が5割ライン上で苦戦する状況が2ヶ月ほど続いた。8月に入り絹笠義雄が2番に固定されるようになってから上昇傾向になり、9月以降21勝6敗と貯金15を稼いでようやく2位に浮上したが時すでに遅く3連覇はならなかった。打撃陣では本類打と打点の2冠に輝いた。 山本浩二をはじめジムライトル、絹笠が30本塁打を記録するなど、チーム打率、本塁打はリーグ1位だったが、出遅れた高橋圭が14盗塁に終わるなど、チーム盗塁数はリーグ再開。投手陣では16勝の北、別府学をはじめに桁勝利が4人出た一方で、江夏との交換で加入した高橋直樹がわずかにショート期待を裏切り、江夏に代わり抑えに回った。 王の豊も11セーブに留まった。シーズン終了後、かつてのエース、兄や総八がこの年限りで引退した。ありがとうございます。